Thank you.
あれほど禁忌にしておった術を使い、性にそれほど執着しようとは、しとて浮世は捨てきれぬようじゃの。わからぬか？かような姿じゃ無理もない。玉写しの秘術にて浮世に残った末の弟子、伊豆名甚九郎よ。おぼろの使い手ならば妖刀に惹かれるのも仕方なかろうが、一足遅かったな。小賢しくも流脈を操り天文を開くとは、なかなか気の利いた化け刀ではないか。これはもろうておくぞ、おぼろや千住。温泉にいた娘じゃねえか。あの剣豪、弟子は死んだと抜かしてやがったが、悪霊になって取り付いてやがる。無事だったか、虎姫。キスケ、何が起きておるのか教えてたもれ。あれは桃姫、半年も前に見まかったわらわの大事な妹。はっきりしてるのは、あれはもう妹なんかじゃねえってこった。中身は別で化け物よ。下がってな、用があるのは俺のようだぜ。開いた天文は遠慮なくわしが使わせてもらうとしよう。第六天の魔王と返事、四階のすべてを享受せんがためにな。悪いが、その村正を持って行かせるわけにはいかねえ。痛い目を見たくなきゃ、優しく言ってる間に聞き分けな。可愛がってくださった姉様を見間違うはずがありません。何の因果でこのような不幸の対面。ああ、温泉娘の魂だな。取り憑かれて体を乗っ取られたか。悪霊を払って元に戻してやりてえが。久保様に手を挙げるとはあまりな所業。やはり甚九郎は見境のない獣、許されようはずもない。わしの剣に敗れた夜、騙し討ちでなければ不覚は取らんと抜かしておったな。今は計らずも似たようなガキの体、正面からしようてみようではないか。千住、どちらがおぼろ流の使い手としてふさわしいか、今度こそ文句は言わせぬぞ。Yeah!
わしも切られるまで気づかなんだとは。やきが回ったわ。悪霊払いはどうやらうまくいったみてえだな。体に娘の魂が戻ったぞ。桃姫、この世を去ったと思ったあなたが生きて戻り、こうして最後に巡り会ったのもきっと御仏のお導き。ああ、何から一体話したものか。語られたいことは尽きぬというのに、間もなく約束の刻限。九頭竜を封じた後は天涯孤独のあなたを置いて阿弥陀様のもとに戻らねばなりません。儀助、世話になり同士で心苦しいのですが、お主が力になってくれるなら、これほど心強いことはありません。この虎姫の最後の願い、お主に託すのは酷であろうか。無数の魂魄をお送りいただいたばかりか、九頭竜封じのご助力まで、お礼の言葉もございません。打ち死に覚悟だったんだが、死にそびれちまったな。仕方ねえから、もうしばらくこの世で暴れるとするか。それは何よりでございます。村政殿もお喜びになられましょう。なんでおめえは喜んじゃくれねえのか。姉様の遺言だ。今日から姫様が俺の主。嫌だと言ってもこっちは勝手に使えさせてもらうぜ。使えると言うても、これこの通り、わらわは何も持っておらねば、給金などとても払えぬ。金づくの用心棒なんかと一緒にしてもらっちゃ困るぜ。楽に食うためなら金があるのに越したことはねえが、生きるのにいるのはそんなちんけなもんじゃねえや。俺の運の月は、おめえみてえな高嶺の花に分不相応に惚れちまったことだが、考えてみりゃ俺が死んでも地獄落ちが関の山。どう転んだっておめえのいるところに行けるはずがねえや。あの世でだって一緒になれねえんじゃ、いっそのこときっぱり振られた方が少しはマシってもんだろなあ、虎姫。さあ姫様、これからどうするか言ってくれ。鳴神へ戻って鏡の家でも再興するか。姫の命ずるまま何でもし遂げてみせる。キスケ、鳴神ではわらわはすでに死んだ身じゃ。その上、家計に男子もなくばお家の再興は難しい。父上と姉様の菩提を弔うため尼になろうとも思うたが、まだ浮世にやり残しておることがある。この世にこれ以上妖刀で不幸になるものを出しとうない。キスケ、何でもすると申したな。ではこの願いは叶えられるか。おいらん、そりゃあんまり袖なかろうぜ。もう主と顔を合わすのが嫌でなりんせん。この後はもうわちきのところへ遊びに来てくださんすな。女郎は客を騙す者とはいえ、店へ一切注ぎ込んで、これでは己恥をかかしたな。かくなる上はこのカゴツルベで、お前の命はもとより切れるだけ切って地獄への道連れといたそうぞ。ここまでだ、三品。ほらな、姫様、見張ってて間違いなかったろ。かすかに妖気のよどみを感じて怪しいと踏んでいたんだ。ご苦労であったな、キスケ。
しかし随分と役もたまったことじゃろう。一度清めに参らねばならぬ。清めというなら温泉の一つにでも浸かりてえな。裸の姫様に酌してもらって湯煙で月でも見ながら。バカ者、長身。カゴ鶴瓶とか言ってやがったな。間違いねえ、妖刀村正だ。まったく切れ味が良すぎていわくつきが多すぎるぜ。一体どんだけありやがる。村正だけでもこの数で、恨みの数は星の数。まったく終わりが見えてこねえや。行きがかりとはいえ、妖刀狩りなんてとんでもねえことを始めちまったもんだ。人殺し、命ばかりはお助けを。助けてやったってのにそりゃねえぜ。それにあれは峰打ちだ。気を失ってるだけだから解放してやりな。しかし仕事柄仕方ねえとはいえ、あんまり因果なことを続けていりゃいずれ妖刀の餌食になるぜ。こいつは隙あらば人を斬ろうと狙ってやがるんだ。置いとくと危ねえから助け賃代わりにもらっていくぜ。世に残る村正の作刀数々。不用意に抜こうものならその刃に心を奪われ切れ味を試さずにはいられません。人斬りの味を覚えた先は奈落が口を広げております。月に踊る二つの影は人を惑わす太刀の狩り人。取り手を手を出し抜いて取った妖刀その数千本。妖刀村正忍法帳、これより百鬼妖刀千本塚と名を変えて喜助と桃姫の妖刀探しの旅は続きます。なれど今宵は夜も更けました。続きはまたのお楽しみ。はあ、これがねえ、あの悪名高い村正かい。いけねえや、あんまり見入ってると正体なくちまうぞ。持ち主はことごとく乱心して果てたっていういわくつきの代物だ。へえ、この地金にこの反り、いや見事なもんだね。さぞやよく切れるんだろうね。切ってみたいね。なんだい、冗談はよしてくれ。おい、そこまでだ。